はいどうも、今日はですね AI 国際高等学校サッカー部のねあのトレーニング屋内練習場、実際に今日冬でねやっぱ寒い中で屋内でできるのマジ幸せ。あの本当にグラウンドも人工芝でねもう最高なピッチできるんで、しかも集中してねあの声も通りやすいし、選手たちも集中してねできるっていうのはすごいメリットなんで、トレーニングやっていきたいと思います。で今日はですねロールモデルコーチでねあのマチャゼルビアでねあのやってた土井選手、そして、ベルマールとかね、ベルマールとか J1 とかでねやってたあの小野田選手、まあ、ディフェンスの選手とフォワードの選手がねあの今うちでねロールモデルコーチとしてやってまして、でその選手たちが実際そのコーチたちがね実際に選手と一緒に混じってトレーニングしてる、もう普通にトレーニングするんですけど、で実際にそのプレーの基準とかをピッチ内で伝えるっていうのはねそれすごいプロになるためにすごい必要なことだと思ってて、すごい刺激的なね毎日を送っているので、今日はねその2人に密着していきたいなというふうに思います。で僕はちょっとトレーニングするんであれですけど、まあ、でも本当にぜひねあの見てください。あの本当にすごい刺激与えてるんで、プロが一緒にやるみたいな、行ってみましょう。おっす、おっす、まあ明日1期生、2期生も来てねあのやるんで、今日は、まあ、怪我ないようにただ上手くなれるようにこだわってやりましょう。さあさあナイス、さあさあさあ、お、マサコーチこと小野田選手どうすか練習は。いや、いいんじゃないですか、質高いし、うん、まあ、止める蹴るってやっぱサッカーでね、重要な技術だと思う。間違います。まあ、自分も一緒に入ってやってますけど結構質高いって、ね、うん、はい、やっぱね、基準を示せるってうちのロールモデルコーチのいいところですね。そうですね、この緑が土井コーチとマサコーチが入ってるね。入ってるね。いっぱい点が入ったら面白いからね。だから後ろで回してても点が入んない。ここチャンスになるね。ゴールは今のチャンスになる。ナイスプレイ。さえない。おお。わ、いいディフェンスですね。ナイスプレイ。コーチ陣2人。ロールモデルコーチ。はい。うまい。うまいね、土井さん。うまい。惜しい、ナイスプレイ、ナイスプレイ。土井さん、いいですね。土井さん、いいですね。土井ってやっぱマサのその基準が高いから、それにやっぱ合わせるよってみんながすれば慣れてくる。これさっきのトレーニングでも入ってるスピード意識させたでしょ。パスのスピードとか動きのスピードとか、それが結局これも一緒、プレースピードも一緒で、このプロのスピードになれるとやっぱ選手できるようになるから、うんうん、この基準になるとやつ。うまい。もう真ん中締めるのってきた。おじさんに4枚いってるんですうまい。ナイス、ナイスプレー。
土井さんの起点から今のとかね、土井さんね、明治大学でもね、ボール取られない、明治でも土井さん取られない選手だから、もうこのレベルじゃ取られないよね、絶対。土井さん、今のゲームどうでした？いやちょっと守備は甘いですね。あ、守備、いやでも結構行ってたと思うんですけど、いや、まあ全体的にぬるいんで、あ、それをね、ロールモデルコーチとして、はい、基準をまだまだ基準低いんで、次のゲームは勝ちますだったりとか、あのマサの強さだったりとかもそうだし、距離の寄せ方とかね、その辺とかもやっぱ選手たちも徐々にこう慣れてくるというか、そうなってくると選手たちもね、こうプロレベルになるっていう風につながってくるんでね、まあ、いいトレーニングになってますよね、本当。勝ち点7でね、あの上がったのがあそこの黒のチームで、勝ち点6でも、さっき直接対決はね、黒がね勝ってるんですよ。でも一発目のゲームトレーニングだったから、ゲームだったから、このゴールのキーパーなしの戦い方っていうのをもう分かってなかったから、多分最初の初戦正直参考なんだよ。4対2かなんかで多分黒勝ってるけど、多分参考なんだよ。どうやって守るかっていうのだったりとかね、あのちゃんとこのゲームの戦い方っていうのを理解してるから、もう話し合えてるし、両方で今チームになってるから、これ面白いゲームなんです。なかなか点入んないんじゃないかな、硬いゲームになりそうだけどね。まず、ね、あそこ行かないで、まずは切るところ、危険なところから守る、マサなんです、ここにで、昭和応援があるからね、これがうちの、いいっすね、敗退したら応援、ね、残ったら応援される、これはね、ナイスボール、はい、あ、土井さん、うまい、土井さん、素晴らしい、落ち着いてる、ゴール前、もう止めて、時間が止めて、と2対1、時間止まったよ、あれ慌てちゃうよね、ね、慌てて振っちゃったらね、でもあれ勉強ですよね、素晴らしいね、うわ、素晴らしい、あ、でも右足ですけどね、いやー、ナイスボール、いやー、ナイスディフェンス、わー、ナイスプレイ。でも、考えてプレーしてないですか、直前でパッて判断を見たところで入ってるから、それはもう感覚的にスケジュール。あとはもうゲームこうやってあっこう実際にこうやって伝えてくれるってね、いいよね、最高です、ほんとなかなかよくね、口とかね言うだけのもあるけどさ、やっぱ実際にやって教えてくれるっていうのも、これも一つね、いいモデルケースですよ。まあ
でも僕も負けたくないから熱くなっちゃう。そうね。でもまあそれが大事です。それ伝えられるんで。確かに。たまぎはね、うん、そこが大事。大事っすね。いいわ。本当。頑張ります。頑張って。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、2人がね、今日参加してくれて、今日っていつもね、参加してくれてるんですけど、基準高くね、越してくれるんですけど、すごく貴重なロールモデルコーチです。今日2人の密着ということでね、どうでしたか？では、まずはコーチ。まあ、ここ来てから僕はずっと感じていることですし、質高く、選手たちとコミュニケーションを取りながら、まあ、おのおの、ここの成長のために、まあ、いろいろ言い合ったりとかしてる環境が、もう僕はすごいプロに近い環境で、選手の質のその要求のレベルも高いんで、すごいいいチームだなと、今日改めて思います。確かにまあその選手同士でやっぱ話すとかね、まあ、高い意識、まあ、そもそもだって彼だって、プロサッカー選手になりに全国からわざわざ淡路まで来てやってるから、ね、もう本当この時間っていうのはね、もう彼らにとってもう人生かけてやってるような時間だから、まあ、その熱量っていうのは、ね、確かにこう、まあ、最近入ってきたコーチでもやっぱこう感じてくれてるっていうのはまあ良かったで、まあ、その中でもっともっと彼らがどうしたら良くなるかっていうのは何かありますか？そうですね、まあ、本当にまあ、急にガッて上手くなる年代でもありますけど、もう本当に一日一日の今日もトレーニングやりましたけど、まあ、あのパスの質の要求、止める蹴るの部分を本当に、まあ、ゲットさんもすごい大事にしてますし、まあ、あの本当にそれはプロに行ってもあの同じで、あのプロに行ってから右足に出すとか左足に出すとかこだわる、やっぱこの年代からこだわるっていうのはすごい大事だ。それに合わせて、まあ、自分はやっぱりその、まあ、ディフェンスの選手なんで、今日もちょっと厳しく言いましたけど、まあ、対人の寄せる距離の詰め方であったりとか、まあ、センターバックの選手だとマークの付き方とか、そういうこともあの合わせて重要、個人戦術の部分も重要になってくると思うので、まあ、そういうところを少しでもあの彼らのプラスになる声かけをできたり。いやまあ本当にあのそのプロの基準でねこうやって教えてくれるっていう、まあ、実際にプレーしながら教えてくれるっていうのはすごい貴重、まあ、これだけのこうパスを出さなきゃいけないとか、これだけ距離を寄せなきゃいけないんだよとか、まあ、もうこれぐらい強いよとかね、それ体感できるっていうのはすごい貴重だと思ってるし、しかもその選手たちもなんか結構声聞くとやっぱこう、まあ、2人が来てね、あのなんかそのいろいろ聞くこともできるようになって、で実際その一緒にあのプレーしながらこれどうやってやってるんですか、質問、実際そのプレーの成功したプレーのその質問だったりとか、間近でやっぱ見ることになって、やっぱ自分がね言われるだけじゃなくて、やっぱ見てその人に教えてもらうっていうのはすごくねあの入りやすいと思うんで、本当に貴重なねあの彼らの時間になってるんじゃないかなと思いますね。土井コーチどうですか、あのやってて。まあ今マサが言ってくれたのもそうですけど、まあ、守備でいうとやっぱプレッシャーをかけてるつもりだと思うんですよ、選手たち。でもそれってプレッシャーじゃないですよ、うん、やっぱプロ基準から見たらやっぱり全然遠いし、プレッシャーも相手にかかる。しかもプロになったらそういう自分たち基準のプレイヤーたちのプレッシャーの中で初めて攻撃をやるので、そういう意味ではやっぱプレッシャーになってないし、そういう基準はまだまだ甘いと思うので、そこの引き上げっていうのはやっぱ僕らが入って伝えることもできます。まあ、それを選手たちが感じてくれて、その基準が高くなればやっぱり攻撃の質っていうところもすごい高くなってくるので、本当にまあやっぱ一人一人選手は考えてあのプレーしてくれてるとは思うんですけど、やっぱその基準っていうのを僕らが伝えて、あの質の高いトレーニングができればいいかなと思ってます。素晴らしいですね。だから本当説得力があるというか、プレッシャー来てても取られないから、そういうコーチこれプレッシャーじゃないよ感じで、やっぱそれなんですよね。実際プレッシャーがボールパーでしょ、ガッていくし、でそれもみんなビビっちゃって、最初の方なんかもうサッカーでいいな、そのプレーでいいなような感じだったけど、まあ、それぐらいでも実際ね、あの慣れてくるから、ね、どういうコーチにこうプレッシャーガッて来られても、最初はもうビビって、あの早すぎてすぐ話したけど、でもそれをなんかパッてなんか見れるようになるとか、それってやっぱ体感しかないと難しいところだと思うし、マサがね、ディフェンスもそうだけど、ガッて強くいったときに、あ、こういうふうに先にじゃあ離れるときはいいのかな、タイミングペア切れるじゃん、そういうのもね、あの他のセンターバックだったら別にタイミング考えないと取られないから、受けれるけど、マサだったらもう、
いいタイミングがないとインタビューされるみたいなとか、やっぱそれがプロ基準でできるっていうのは新年代でもめちゃくちゃ大事だよね。だって高卒でもプロ入んなきゃいけないわけだから、一緒にやんなきゃいけないわけだから、で日頃からこういうね、あのプロってできるっていうのはやっぱ彼の貴重だなって今日改めて思いましたし、またこれからもね、あのさらに基準上げれるようにお願いします。はい、ありがとうございました。ちなみに、なんか軽くなんか経歴とか教えて。あ、経歴ですか。あ、ちょっと実はもうJ1 のね、湘南ベルマーレで、はい、プレーされてた経歴がある小野田雅人、雅人です。もう早く覚えてください。雅って言ってるんだけど、あ、確かに雅人、雅人コーチです。はい、で、土井さんは明治大学、明治大学でやられてて、明治で1年間チームでやってるし、現役の中の、で、マチュア・デルビアで、その後、プロで、大活躍してた、お二人で、2人とも今年で、去年引退し、あれか、そうそう、まあ、引退して約1年ぐらい、大体、でも全然バリバリ動ける、ね、動けるし、でもっともっと体作っていきたいって2人言ってくれるから、はい、かなりね、やばいです。追いつけない、こんな感じだから。コンディション上げられたら、戻されたら現役にやばい。本当だから楽しみですね。これからもよろしくお願いします。